英雄は乱世より生まれ、新たな時代を切り開く。五冠末期、黄巾の乱を皮切りに、世は戦乱に包まれた。これを機に、あまたの英雄たちが立ち上がる。曹操、あざ名を孟徳、彼もまたその一人である。曹操は黄巾の乱鎮圧に貢献し、その名は広く天下に知れ渡った。それから5年、今曹操を都へと呼び出す者がいた。世の乱れに乗じて上洛し、帝の身柄を得た逆臣董卓である。一方、時を同じくして曹操に皇帝からの密書が届く。逆臣董卓を討つべし。暴虐なる董卓と悲痛の皇帝、2つの視線が曹操へと注がれる。曹操は孤高と頼む下高頓、下高遠らを連れ、洛陽へと向かった。乱世の先を築くのはこの曹孟徳よ。アホが、曹操、誰の差し金かは知らんが、わしを切れるとでも思うたか。力なき者があがくな。この乱世、力持つ者こそが勝者たりうるのじゃ。くっ、力か。董卓よ、ならばわしはいずれその力をもって貴様を討つとしよう。大丈夫かね。死ぬことはあるまい。あれでしぶとい男だ、孟徳。なんじゃ、ダメだったみてえだな。無理をするからだ。今は逃げ、力を得れ、我が時を得ぬまでは。このまま洛陽を脱する。下降と下降へ、やすらにかけよう。今はこの男に構ってはおれぬ。逃げ延びることを最優先とせよ。董卓様に逆らうは帝に逆らうも同じ。ここは決して通さんぞ。前に、伸びよう。
ズミ相手に本気になどなれん。今日のところは見逃してやろう。敵将討ち取ったに。聞いたか、恐ろしき武器だ。あれに耐久る力を得ねば、人生は戦いに。さすがは歯を行く者よ。
お主董卓のそばにいた。だが何故わしを助ける？それは後ほど。さあこちらへ。裏門から楽門を抜ける道へ案内いたします。そろそろ答えよ。なぜわしに手を貸す？董卓に仕えているのではないのか？すべては官室を思い、父への訪問のため。曹操様ならばきっと董卓を討てる。ここを逃げれば董卓を討てと申す。よかろう。そなたの思いわしが果たそう。私が案内できるのはここまでです。どうかご無事で、そしていつか董卓を。来たか。剣道じゃない。どうかに勝てば超封印が相手だ。力が必要だ。この先董卓を討ち天下をつかむにはな。